さあ今回は皆さんがきっと知りたいであろうフラジオ、ねえー、についてやっていきますがあのー、まずね僕が最近思うのはもうフラジオっていう概念を考え方ねこれやめてしまえばいいんじゃないかなその難しいものって捉えなくてもいいような気がするんです。もう最近の作品はもうそのフラジオと呼ばれる音域もバンバン普通に出てくるし。